皆さんこんばんは、ベニバナブトです。また明日新幹線に乗って東京に行く用事があるんですけれども、皆さんって新幹線乗ったことはありますか？いや、乗ったことないわけないじゃないという人もいるかもしれませんが、またこういうさ、普通の大人が当然通ってるであろう道筋を通ってこなかった人間なんですよね。例えば飛行機で自分でチケットを買って行くとか、新幹線だとか、結婚式だとか、葬式だとか、もしくはそうだね、引っ越しはしたことあるしな。引っ越しはあるんですよね。でも引っ越しもさ、引っ越し屋さん使ったりとかしてたんじゃなくて、友達に手伝ってもらったから、結局そういう公的なさ、手続きとかさ、そういうのがめちゃくちゃ苦手だったりするんですよね。で、苦手だから新しくやって恥をかきたくなくって、なんとかそれをこう避けてきた人生なので、もう未経験の塊なわけですよ。普通の人間よりも物知らない状態で大人になってしまうと、どんどん知らない悪循環になってしまうので、皆さんもしこれから大人になる年齢、もしくは20代の1とか2とか大学出たてとかであればですね、やっぱりやったことないことっていうのはどんどんチャレンジした方がいいと思うんですよね。というわけで今回はインスクリプションのポケモンのモッドです。普通のポケモンカードじゃなかった、普通のカードじゃなくてポケモンのカードが混じっとるモッドを使ってやっていくんだけれども、これ前回やった時にさ、このポケモンモッドが強すぎてボッコボコのボコのボコにしちゃったんですよね。敵をもうボコボコのボコボコにしちゃったので、じゃあ今回はこの新しいチャレンジをさらにつけて、敵もめちゃくちゃ強い、でもこっちもめちゃくちゃ強いっていう状態でチャレンジしたいと思います。旅するウロボロスとか、地形変化とか、あとは最初にアセンダーズバーンがついてる状態っていうのをつけて、そんな難しい状態でもクリアできるけ、ちょっとやってみたいと思います。見てください。チャレンジポイントが225ポイント。あ、これもつけよう。トゥルーパイレーツこれもつけて、敵めちゃくちゃ強くなってるんで、これでも果たしてポケモンで勝つことができるんでしょうか。ちなみにレアはありにしてます。やっぱりね、レアじゃないと手に入れないポケモンのカードもあるから、いろんなポケモンのカードをみんなに見てほしいじゃない。あとはトーテムバトルも全部オンにはしていません。これはね、他のチャレンジと比べて難しすぎるので、このトーテムとロウソクとグリズリーはオンにしてません。あとは最後のボスね、パイレーツにしてもいいんですけど、なんか今日はレシーと戦いたい気分なのでレシーにしましょう。ポケモンと通常のカード両方出せる状態でチャレンジします。はい、配られました。嫌がらせの印がついているのと、ウサギの皮が2枚と、そしてアセンダーズバーンっていう、こんなコスト4で攻撃力0、ハートが1、生贄にすることもできやしない、完全に邪魔なカードっていうのが入っている状態でのスタートです。さて、おお、一面のボスは雪が降っているから罠漁師ですね。さて、まあまあまあ辛いスタートですけれども、このウサギの皮2枚と何をうまいこと交換することができるか。イエスなカードが来なかった場合は合体はなしで、合体の方に、じゃなかった、イエスなカードがあれば合体の方に行って、イエスなカードがない場合はこっちで運搬ネズミを手に入れればいいですね。結構ポケモンのカードって強いカードが多いので、とりあえず通常のカードとポケモンのカードだったらポケモンのカードを取った方が得ですね。見てください、このコダック、コストが1で攻撃力3、ハートが2、めちゃくちゃステータス高いです。そしてこのかけらの印を持っているたまたまのカードですね。これは単純にかけらの印が強いから、人影とかにつけたらめちゃくちゃ使えるカードになりますね。あとはブーバーが攻撃力2、ハートが4、単純に強いね。プリンは攻撃力が0なんですが、コスト1で親玉の能力を持っているから、これも使い勝手がいい。正直この後継承が持っているので、誰にどの印をつけるかっていう限定いこうかな。このね、コダックって能力がさ、コンフューズと混乱してるんですよ。 When a card bearing this symbol attacks, it has a 50% chance to attack itself as well ってあるので、 50% の確率で自分自身を攻撃するって書いてあるのかな、よくわかんないんですけど、これね、このコダックさ、またテストプレイで何回も使ったんですけど、こいつがなんか敵を攻撃する以外の挙動を見たことないんですよね。だから実質コスト1で攻撃力3、ハート2なんですよ。だから強すぎるのでコダックを取らない意味はないと。でもってここで
速攻かけらの陰の能力をトカゲ人影につけちゃいます。最初から攻撃力2でコストが1、めちゃくちゃ強いカードなんですが、こいつを踏み台にするとさらにその生贄にして召喚したカードはプラス2の攻撃力も得ることができるのでめちゃくそ強いですね。もうねここまでさめちゃくちゃ敵を強くはしているんですけれども、そんなん関係ないぐらい強いんですよ。もうほらねちょっと待って、モグラとコエルクが出ていますがそんな関係ねえよ。人影を出して人影を生贄にゼニガメを出すと攻撃力が3、ハート化にしかも一発殴られても大丈夫なカードになっている。おお出た出た、ウロボロス、旅するウロボロスですからね。このようにウロボロスがね毎ターン戦闘に乱入してくるのが非常に鬱陶しくはあるんですけれども、まあそれでも無端的ではありません。コダックも出てきたしね、コエルクが出てきました。で1個ずれるね。でこの状態でよっとウロボロスを倒してしまうとちょっとイエスじゃないので、ウロボロスが出てこないようにコダックで殴っておきましょう。ほら普通に殴るでしょ。コスト1で攻撃力3、そしてハートが2のめちゃくちゃ強いカードなんですよね。でこのままだとモグラを倒したとで後ろウロボロスも倒してしまって非常にイエスじゃないので1個ずらしましょう。ウロボロスって倒せば倒すほど攻撃力がどんどん上がっていくので、なるべくなら倒したくない、スルーしていきたい。攻撃力11のまま最後までいてほしいので、このまま倒します。 OK イエスだね。さあ合体したいカードはあるかというと特にない。嫌がらせの印がつらつらつらとついている状態なので、あとはコンフューズド、これもねはっきり言ってマイナスの印ですよね。マイナスの印ばっかりだからな。ここでよっぽどイエスなカードが出ない限り左側の焚き火に行った方が良さそうじゃない。ハートが出たとしてもこの人影につければいいし、で攻撃力が出たとしたらもちろんこれも人影につけたらいいわけだしね。ゼニガメと不思議なのにつけたいカードが出ればいいんですけど、お、ライチュウだ。ライチュウはそのままライチュウなんだね。謎にスプリンターがついてますね。攻撃力3、ハートが3、まあ悪くない。でゴーストが攻撃力1、ハートが1のムクロ食いがついてるカード、あとはカワセミだね。ムクロ食いがついてるのであればライチュウの33、コスト2で33か。コスト2で33って普通に強いと思うけどな。うん、暴れ牛より強いよね。野生の猛牛か、野生の猛牛よりも HP が1も高い。これコスト2のカード取ってもいいんじゃないの。でもムクロ食いついてるしな。どっちがいいかな。いやここはゴース取っといて、どうぞ骨でも出せるから結構強いね。で誰かにつけるんじゃなくってここは焚き火の方に移って、おハートか。ハートだった場合はどうしようかな。やっぱり継承ができるから、そのかけらの印によって引き継ぐことができるから、人影のステータスを上げるのが一番ですよね。人影を生贄にして出したカードは攻撃力も2プラスされるし、ハートも3プラスされるし、言うことなしってわけ。うわっうわめっちゃ狭い、めっちゃ狭い、どうしよう、めっちゃ狭いんすけど。これここしか攻撃するとこないじゃない。しかも下手しいさ、ここに下手なカード出したら速攻野生の猛牛にやられちゃうし、敵側にも凍ったっぽさもついてるし、これきついわ。まあとりあえずここに亀を出します。亀を出すと亀は硬い甲羅を持ってるので野生も、うわ出たー、ウロボロス出たよー。ウロボロスは倒したくないよ、倒すとえらいことになるからな。ちょっと待ってね、これでねコダック出したらさ、コダック倒せて、あコダック出したらいいんだ。で人影が出てきましたね。ということはだ、ここに人影を出して、でさらにその人影を生贄にしてコダックを出したら攻撃力5なので後ろまでガッチャンと倒すことができる。ほらやっぱりコンフューズと関係ないじゃない。全然ね、あの混乱の因が効いてないので、コダック出し毒ですね。ただただ強いカードになっている。ほらウロボロス無視です。ここまでチャレンジを積み上げてもまだポケスクリプション簡単なんだね。アセンダーズバーもあるのにね。まあまだ一面だからこっからってところか。焚き火を取るメリットはあんまりないかな。お金もないからここでナイフも買えないしね。左側行きましょう。1枚2枚、おおポニータ、ポニータはそのままポニータなんだね。コスト1で攻撃力2、ハートが1。コスト1で攻撃力2のカードが
ザラ2杯っていうのがすごいんだよな。ベトベターは攻撃力が1、ハートが3、骨が4ね。ポイズナス。このカードを殴ったとき、このカードを殴られたとき、殴ったカードは毒状態になると。あんまり強い能力じゃないね。これ、ヒゲバシにゴースのさ、ムクロ食いの能力つけたら強いかなって思ったんですけど、ただ、継承がないんだよな。コストが1で攻撃力2っていうのが強いから、ここは無難にポニータかな。スプリンターの印がついてたとしてもだ。でここのトーテムで炎属性があれば強いと思うんですが、水属性と毒属性、あとは翼の印だね。毒属性はゴースと不思議だね。水属性はコダックとゼニガメ。ああ、どっちでも一緒なんだったら水属性取ろうかな。OK。トーテムを揃えていくのも面白いかもしれないですね。で、ここでさ、水のトーテムが揃った状態であれば、その水ポケモンばっかり集めて、水ポケモンパーティーデッキを作ることもできるわけじゃない。エルクとモグラか。あんまり嬉しくない組み合わせだな。でもまず初手からさ、コダック出して、コダックで3ポイントダメージ与えて、よっと、これ攻撃する前にちょっと待つからさ、なんか内部で、うわ出たウロボロス、向こう行ってくれ、向こう行ってほしいけど、モグラのせいで多分ね、これ今回こそウロボロスから逃げられないような予感がするんですよね。ちょっと待ってね、エルクの攻撃でコダック死んじゃうのか。それってちょっとイエスじゃないな。イエスじゃない、イエスじゃない。これモグラはステイだよね。モグラ一発殴ろうと思ったんですけど、これさ、そうなのよ。ゼニガメに嫌がらせの意味がついてるから、モグラも熱を帯び、そして、ゼニガメを殴ってくるんですよね。じゃあ、であれば、ここに、いや、出すと、ウロボロスが出てくるのか。しかも、番犬のさ、ガーディアンの能力を持ってるから、これ倒さざるを得んよな。やられそう、やられそう。ちょっと待って。ゴースだ、ゴース。ゴースが出てきたね。どうする？ウロボロス倒しちゃうか？エルク倒すか？エルク倒そう。エルクを倒して、鬱陶しい。よし。残っているのは攻撃力1のウロボロスだけだからして、全然いけそうですね。よし。人影が来ましたので、いけそう。モグラ邪魔！きついぞ、きついぞ。モグラ邪魔だな。どうしようかな。とりあえず、コエルク倒すのは決定だよね。コエルク倒すのは決定。リスを使って倒しましょう。で、ウロボロスの攻撃でこのままだと死んじゃうから、ウロボロスの前に何かカードを置かなくちゃいけない。あれあれ、あ、ペンチ使えば大丈夫だ。ポニータ来た。ポニータがコストが1なので、トカゲ、ヒトカゲを出して、ポニータを出すと攻撃力が4になる。攻撃力4のポニータ、ペンチを使って、でモグラを倒す。あー、ポニータにスプリンターがついとるの忘れてた。まあでもこれは仕方がないか。ちょっとどうしようもないね。敵はエルクになったとしてもシャバイ攻撃力2ポイントなので、あー、ウロボロス倒しちゃった。ポニータは倒すに及ばず。で、あとは、このまま続けて、たくさんの歯をもぎ取ろうじゃない。一気に5ポイントダメージ。それに対して、やっべ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 、負ける、負ける、負ける。くれ、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 くれ。危ねえ。レッシーが腰抜けのすぐ諦める野郎で助かりましたね。ちょっとこれは、やばかったね。え、今の何がやばかったんだろう。アイテムを使うタイミングかな。これでアイテムゼロになったから、ここで補充しときたいんだけど、まあ何が出るかによるよね。継承したい能力が出てきたら、なんじゃこりゃ、ミニ竜じゃん。コスト1で攻撃力0、ハートが1、ダメ出ない。それってさ、リングワームじゃない？ドラゴンタイプなのは強いとして、このカード別に成長の意味もついてないし、これ取るやつおるけ？で、
沢村がコストにいいですけど、ダブルアタックがついてるので沢村は一択ですよね。沢村を取って例えばコダックとかにつけたらイエスなんじゃないの。コダックだけで攻撃力6は保持できるから。なんかコンフューズがついてるのが怖いんだよなこれ。多分影響ないと思うけどね。この混乱のインが吉と出るか凶と出るか怖いからさ、そんなどう転ぶかわからないカードにダブルアタックつけるのちょっと怖いんだよな。だからここは、てか沢村にそのムクロ食いつけるのも面白かったですね。ここはゼニガメにつけようかな、ダブルアタック。もちろんコダックにつけた方が強いの分かってるんだけど、不安が大きいのよね。あるいはポニータにつけるか。いや、でもポニータってスプリンターがついてるからな、管理が難しいので、一発殴られても大丈夫な安定ゼニガメ軍につけて、どっかしらで焚き火があったら、このコダック、コダックじゃないわ、このゼニガメに捧げましょう、その攻撃力の焚き火を。はい、水のポケモンに、アントスポナーをつけます。ギギ、オッケー。これで水ポケモン出したときに、ついでにアリも出てくる仕様になりましたね。まあ一面の罠漁師ぐらいだったらはっきり言って豚と豚ものポケモンちゃんたちの敵ではないと思うんですが、どうでしょうかね。めちゃくちゃついてるんですよね、インが。余計なインがさ、ほらやばくない。ガーディアンがついてて、しかも強襲じゃなくて圧倒の能力がついてるから勝手に動き回るんですよね。しかもあのトゥルーパイレーツの能力がついてるので、インがついてるので敵のタクに勝手に海賊どもが乱入してくるっていう、どうしたんっていうぐらいきつい状態になってます。まあでもこれはまずは奇妙なカエルを黙らせるところから始めましょうか。コダックも、そしてゼニガメも奇妙なカエルを一旦で黙らせることができるし、そして水ポケモンの数だけアリは手に入る。 OK で、ジャンプトラップの攻撃もカメは食らいません。で次のターンにジャンプトラップによって川にされて、コダックによってまた川にされて、でスケルトングルーのゾンビオームが来るから一気に4ポイントダメージ食らっちゃうんですね。それだと負けてしまうので、じゃあどうするかっていうと、今のうちに2ポイントダメージを与えておきましょう。これギリギリ死にません。シャキーン。はい、川が1枚。そしてコダックの攻撃によってコンフューズ、混乱してるな。混乱してるからちょっと間があるけど、ちゃんと結局ちゃんと殴ってくれる。でスケルトンクルーの攻撃はポニータが受けてくれるので、ちゃんちゃん残り HP が6残ってる状態ですね。6残ってるので、じゃあどうすればいいかっていうと、普通にアリを出して勝てます。このアントスパナ取ってなかったら負けでしたね。ちょっとさすがにここまでインをベッタベッタベッタベタつけるとですね、めちゃくちゃ強い状態になってしまっている。こっちも強いからなんとかなってるが、これ普通にプレイしてるインスクリプションだったらこの強さ免れねえよな。ある意味グリズリーチャレンジより、ある意味っていうか普通にグリズリーチャレンジより難しいかもしれないですねこれ。敵側にアリがいたらかなりイエスなんですけど、どうでしょうか。狼の皮が3枚。よし、アリがいました。アリがいたし、目の黒毛もいますね。ちょっと待って。羽アリを取るじゃない、3枚取れるからね。トランスもあるけど、とりあえずこれカワセミでいいかな。カワセミを取って、であとはアリの前のトランスを取ります。でこれね、ボスの能力を上げているから、前のやつを取るとですね、後ろから勝手に前に出てくるんですよ、頼んでもないのに。悪臭付きのドガースですね。でポイズナスがついてるから、こいつを殴ると毒状態になります。でここで羽アリを1匹出すことによって、アリの攻撃力が3になるので、合計攻撃力6でなんとかこのターンで倒すことができますね。ちなみにこのカワセミについている鎌みたいな能力はですね、最初の一撃が攻撃力4になるけれども、一撃するとこのインが消えてしまいますよっていう能力です。はい、働きアリが毒状態になってますが、そんなこと関係なく相手はダビに伏して豚は勝つ。まあまあ勝ちですよ、ポケモン関係ないけどね。アントスポーナーが強すぎるよね、水ポケモンのさ。
お、コイキングだ。これ何？ヒナ、この収集持つカードが盤上出てから一旦過ぎるで強力な姿に変える。おお、ギャラドスになるんじゃん。これね、ありですね、コイキング取るの。なぜならコイキング水属性になってるので、コイキングって原作だとノーマル属性なんですけどね。水属性になってるので、ありを出すことができる。ドームフォシル。あ、ミステリアスロック。これ一旦待つと別のカードに変わるみたいですけど、ノーコストで出せるのでこっちの方がいいかな。アリのことを考えると、コイキングの方がいいんですけど、これノーコストで出せるし、ただね、このコイキング、穴掘りの能力がついてるので、勝手に敵の前に出てやられちゃうんですよね。だから、ちょっと普通の、ヒナがマークがついているカードよりも、成長しにくい。焚き火で HP を上げたりしない限り、ちょっときついね。ただそういう時に、このムクロ食いの能力をつけると、それが、解除できるんですが、ただムクロ食いの能力をつけたらせっかくこいつがノンコストである意味がなくなってしまうんですよね。よくできてんな。焚き火で HP 上げたら解決なんだけどな。ギャラドス見たいよね。ただこいつがさ成長すると何になるかも見たいんだよね。どっちがいいかな。よし、やっぱりアリが最強なので水属性のコイキング。しつこいようですけどコイキングってノーマルタイプです。え、それと豚がやった時はノーマルタイプだったけど、最新版のポケモンだと水タイプなのかな、コイキングって。いや、ちゃうでしょ。そうそう、ポケモンのタイプって変わらなくない？どうなんでしょうね。あーと、これはどうしよっかな。ここで継承があるのか。ここはキノコだね。正直ね、このかけらの印がついてる人影をここで右上のグーバードくんに増殖してもらいたいから、このハテナのマスでカードを1個手に入れて、そこをここで継承させていくか。高コストのカードができたらゴースつけたらいいじゃない。1枚2枚。お、コクーンだ。まあこれスピアになるんだろうね。ムースか。コスト1でヒナのマークがついてるのは結構取り回しがいいかなって思うんだけどね。普通に攻撃力1であることも嬉しいね。まあ消去法でこのコクーンかな。で継承が来てるけど、ヒナのマークを誰かにつけるかっていう話ですね。ちなみにこれゴーストの能力をつけたら敵にやられてコクーンが出てきて、隙のターンにすぐに成長するので敵の攻撃を食らうことがないっていう話なんですけど、その作戦するんだったらやっぱりコイキングの方がいいですよね。コイキングにつけようかな、ヒナのマーク。じゃあ、かった、ムクロ食いのマーク、ムクロ食いの能力をコイキングにつけて、ローせずギャラドスを出せるようにするか。おい、もちろん敵がいない状態であればこいつ出し毒なんだけど、敵がいる状態であれば穴掘りの能力で速攻やられちゃうからね。お、ザ・デッドウォーク、死の行進だね。このステージ骨が2倍手に入るんですよね。だから骨デッキだったとしたら結構有利なんだけど、スケルトンクルーが最初から出ているのでかなり辛い状態。アメーバも何気に尻尾あるしね。スケルトグルーの2ポイントとプロングホーンの3ポイント。いや、1ポイントで合計3ポイント。ギリギリ来てる。じゃあやっぱり、スケルトングルーが邪魔してるうちにアメーバの尻尾出せない。うお、びっくりした。2回死ぬから骨がめちゃくちゃ手に入るんだ。尻尾が出せない状態のアメーバを2回倒して。うわー、出たー出たー、ウロボロス出たー。しかもなんかスワッパーの能力ついとる。殴るたびに HP とハートが逆転する。どうしよう、残り HP9 じゃろ。9じゃ倒せんよなー、このターンにさー。コクーン今のうちに出しとくか。でもコクーン出してもプロングホーンの攻撃で一発で死んじゃうんだよな。ポニータを出したら攻撃者と右に連れるからプロングホーンの角は刺さらない。2ポイント3ポイント合計5ポイントのダメージ。ウロボロスの攻撃によってコダックは死んでしまう。プロングホーンはこっちにずれるか。
まあでもポニータかな。コクーン出してもやられちゃうんだから仕方がないよね。残り HP1 だからさ、一発でもダメージ食らったら死んじゃうわけ。いや、ここはこうだな。この位置にコクーン出そう。とりあえずコダックが3ポイントダメージ与えてくれるので、このターンは死なない。ウロボロスの攻撃は食らって死んじゃうけど、おお、2回死んでる。よし、ピアだ。二股の2ポイントダメージか。とりあえずウロボロスは倒してくれるし、プロンゴホも倒してくれるね。はーん、なるほどね。コエルクの攻撃が耐えるから、じゃあ、あ、でも空飛んでんのか。くそ、空飛んでんだな。じゃあ倒してはくれないわな。スワッパーでウロボロスの攻撃力とハードが逆転化してる。アリは生きてるんだ。アリは生きてるから、ここにもう一匹アリを出せば攻撃力が2、こっちも2になる。びっくりした、2回死んでる。で、エルクを、コエルクを倒して後ろのイタチにもダメージを与えて、うわ、2回死んでる、2回死んでるから、もしかしてウロボロス攻撃力に上がってんのか。デッドウォーク怖え。とりあえずポニータ使ってさ、コエルク倒すしかないよね。さっきから骨がガバチョと手に入るんですが、骨どんだけ手に入っても意味ねえっつーの。切りけば殴ってもダメージ与えることができないからね。でも死なない、まだ大丈夫。おおお、なるほど、コイキングか。参ったな、コイキング出したいけどさ。いや待て待て、ポニータが殴って2ポイントでしょ。で、オコジョの攻撃とプロング4の攻撃を食らって死ぬ。するとコイキングが勝手に出てきてギャラドスになってくれるから、これはこの戦闘は勝ちなのでは。2ポイントダメージ与えて、でプロング4の攻撃を食らうとコイキングが出てくる。しかしすぐにたちにやられてしまうんだ。くそ、位置が悪かったなーこれ。ちょっと待って、じゃあここでゼニガメを出すと、ゼニガメはダブルアタック持っとるからして、オコジョを倒した後でもう一発殴り、しかも硬い甲羅を持ってるからプロング4の攻撃を無視することができる。よし、これでまず1で、その次2だ。ここにアリを出し、でもう一匹アリを出すと攻撃力がそれぞれ上がって、攻撃力22のアリが出てくるので、当然相手はダビに伏し、相手の顔面にも 2ポイントのダメージを与えることができる。でこっち側の親玉がちょっと鬱陶しいけれども、これもアリを出すと結局アリデッキですね。アリアリアリ、ポケモンというかアリの今回冒険になってますね。てってってって、どうでしょうか皆さん。ポケモンをさ、ポケモンのモッド使ってない人でもさ、これ普通のインスクリプションって言えることですけど、あのトーテムでアントスポナーを引けたらめちゃくちゃ強いんですよね。スピアの能力も分かったし、いいじゃない、イエスじゃない。さあイエスの能力来い。攻撃力と、そして血と骨ですね。ハートか、ハートと血と骨。このデッキだとノーコストのカードが多いけど、アセンダーズバーンも入ってるから、多分この血のものにしたら4は超えるんじゃないでしょうか。よし、アセンダーズバーン様様。おお、不思議花だ。へえ、二股でハートが7か。ただちょっと取り回しが悪いね。これはカメールだね。硬い甲羅に攻撃力にハートに、そしてアイテム物販がついててコストが2か。で最後に裁縫はコストが1でアントスポナがついて、アントスポナがついてるからこれ裁縫じゃない。アリがめちゃくそ手に入るな。骨発掘もついてるしね。アイテム物販がついてるとカメールって確かに強いんだけどな。どっちだと思うこれ。アントスポナーがついてるから、やっぱり裁縫にした方が安定するんじゃないかなって思うんですけどね。あ、でもそうか、カメールもさ、水癖だからアントスポナーついてんだわ。じゃあ、アイテム運搬持ってるカメールの方ですよね。ここでカード増やして、後のキノコで合体させることもできるんだよね。人影。かけら人影の、お、嫌がらせの意が飛行の意になってる。いいじゃない。かけらはそのままか。なるほどね。これキノコで合体させてもいいんだけど、
それぞれの一掛けが十分コストに攻撃力にハートが3で強いから、わざわざ合体して数を減らすことはないかな。お、なんかある。なんじゃこりゃ。待て待て待て、落ち着いて見させてくれ。ヤマラスとコヨーテはまあいいとして、ダイナマイト。この城の石を持つカードが死ぬと対峙する位置の生物と隣接する味方の生物に10ダメージを与える。だからここを殴ってほしくないわけだけど、敵のヤマラシとコヨーテは綺麗にこのダイナマイトを避けて配置されているから、こいつらのこと考えなくていいんだね。まあ単純に邪魔ですけど、っていうことを考えると攻撃力が3か。これはこっちを殴って倒してほしいが難しそうか。まずは、あ、大丈夫だ。コヨーテの攻撃は嫌がらせで攻撃力3に上がっとるから、トカゲ倒してコイキングが出てくれて、でそのコイキングが次のターンギャラドスに変化するわ。あー、ただヤマアラシと働きアリの対バンだったらヤマアラシが勝っちゃうな。これイエスじゃないな。一旦待つか。ありゃ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 、おっと、爆発が爆弾し、爆弾が爆発して、どうしよう、負けじゃん。あー、負けですね。ちょっと待ってね。硬い甲羅あるか、こういうて無視することができるし、砂時計も来たので、これ砂時計駆使したら勝てますね。まず2ポイント相手にダメージを与えるじゃない。で、1個ずれる。これ1個ずれるのはちょうどいいね。で、働き槍が出たから、まず働き槍1匹目を出して、で、もう1匹出してもいいんじゃないのって思ったけども、これは出さずに一旦終了。おい、倒す。で、後ろにいるウロボロスをスルーするカメール。カメールは勝手に動く。スプリンター忘れてたよな。そろそろウロボロスが無視できないレベルになってきたな。どうしよう。どうすりゃいい。アイテムなしがきついから、ここでアイテム買っとかないと。本当はキノコに行ってさ、この人影同士を合体させるのはまあそんなにイエスじゃないか。やっぱ右だね。1枚、2枚、3枚。手札のテンタクルがコウモリ。骨がないので、ここはコウモリ取りましょう。で、ようやっとアイテムが手に入る。よかったー。ハサミー。ハサミと、よしよし、虫眼鏡。これだけやったら負けることないでしょう。でも、トーテム自身は全然これ以上は望まないので、焚き火の方に行って、で、攻撃力が出た場合は、攻撃力が出た場合は、ドイツ来たよ。あ、カメールかな。ゼニガメか。ゼニガメを鍛えて、で、ハートが出た場合は、そこはもう本当に、2回突っ込もう。コイキングを2回突っ込もう。また狭い。狭いて。この狭いのもやめてくんないかな。ダイヤウルフが出てきてて、かなり生命の危機を感じてます。どうしよう。やられちゃうんだよね、下手なカード出したら。で、嫌がらせのインがついてるから、不思議な出してもやられるんだよね。まあ、コクーン、初手コクーンだよな。初手コクーン出して、で、次のターン、不思議なの出して、古代ヤウルフを速攻倒すしかないね。コクーンは、モミの木を殴っても、当然モミの木は倒れない。ウロボロスは出てくる。このワンコ倒さなくちゃいけないんだけど、ワンコを倒すと後ろからウロボロスが出てくるっていう、どうやっても豚が幸せになれないコース。大きなモミの木と崖が邪魔で、カードもそれ以上出すことができない。地獄のような状態。倒せ。てって、もうウロボロスの攻撃力5よ。54だけど今どうしよう。4ポイントダメージ食らうわけにいかないからね。これ実質選択肢はないんだよな。これね、ハサミで潰すと上がらないんですよね、敵のステータス。なぜか。ので、ここにカメールを出して、送るってますやつ来たじゃない。イエスじゃない。で、この膠着してる状態、動くなよ、カメール。勝手にさ、動くんだよな。こいつなんか言っても、人の言うこと聞きゃしねえ。
コイキングが出たな。あ、でもウサギが出ても全然問題ないか。一回殴って左にずれる。わあ、クズリが出てきてる。やばいぞこれ。どうしよっかな。殴って2ポイントで左にずれるでしょ。まあ硬いコアラ持ってるから山嵐はやられ、山嵐にやられたりとかしないんだけど、ポニータだ。山嵐にやられないで、クズリの攻撃1ポイント食らうけど、でここで右端にいるウサギとダイヤウルフ、古代ウルフか、古代ウルフはポニータで一気に誇ることができるんですよね。ただそれでポニータが攻撃したと右にずれて、じゃあ左にずれるのか。いや大丈夫、あの亀の方が先にずれるから問題ない。で亀がずれてポニータはずれないので、クズリの攻撃を食らっても死ぬ、しっかり死ぬ。でも毒はついているね、毒は。そしてコイキングが出てくる。アリも出てる、アリも出てるので、アリアリを使って攻撃力を4合計得ることができます。となるとオオカミはまず倒せる。そしてクズリはコイキングを食べてさらに攻撃力が上がるんですが、毒状態なので HP は地味にどんどん減っていってるんですよね。で次のターンに残り HP が4なので、これでアリの攻撃によってほら HP 減ってるでしょ、毒によって。倒せます。よし OK。 正直ポケモンがどうとかいうより、このアントスポナーのトーテムでなんとかなってる感じだね。ポケモン関係ないね。まあでも結局何をもってしても勝てばいいからね。こいつも倒したから出てこないはずなの。たまに出てくるんだよな。まあ当然焚き火です。ハードが出てきたらコイキングをめちゃくちゃ鍛えましょう。まだギャラドス見たことないからね。コイキング、コイキング、コイキング、っと5まで上げましょう。でもう5いかなかったら消えてもらってもいいや。よし5いきました。根性ありますね。ということは敵の攻撃力をガツガツにガードしながらですよ、さらにギャラドスに回ってくれる夢のようなカードになってますね。さてアントスポナーよりイエスな能力は出てくるか出てこないであれば、水に、あーでも血の渇望割と悪くないな。うん、ジェニガメとかダブルアタックついてるし、コダックとかも、いやーでもアントスポナーの方がやっぱ強いわ。結局ここまでのさ、あの際どい勝利って全部アントスポナーのおかげでなんとかなってるところがあるんですよね。ギギワンコとアナホリか。うわーハイパイ悪いなー。いや待て待て待て、コクーンが出てきてるってことは悪くないのか。これ敵がアナホリ持ってるんですが、ロボはセントリーを持ってるんですが、コクーンって空飛んでるから意味ないんだよな。しゃあない。コイキング取ろう。まずコイキングでオオカミの攻撃を耐えて、そしてコクーンも出して、であとは手札にアリをどんどん貯めていきましょう。でいざという時にアリを大放出して最終的になんとかしようじゃない。ふわっとした作戦ですけど、これで大体全部うまくいく。作戦なんていつだってふわっとしてるもんなんだから。はい、やられませんね。お、ちょっと待って、ちょっと待って、これ3って書いてあるね。3って書いてあるねこれ。え、そんなかかるかい。そんなかかるのであればこれ実用性ねえな。マジかよ、それちょっと聞いてないぜ。3はちょっと、いや無理じゃない。まず無理では。残り HP が1になっとるが、トゥルーパイレーツによって敵の盤上がちょっとえげつなきことになっている。意図えげつなきありさまよ。一応これなんとかすることができるんだけど、どうするかってと、不思議な根を出すと、これでコウカミ倒すね。であとはコウモリを出しとけあよう。ちなみにここに出すとセントリーの能力によってコウモリ死んじゃうので、ここに出す、オオカミの前に出すしかない。 OK、 これで倒せます。ただこっち側のカードが全部金塊に変わってしまうし、
こっちの空きスペースは1個しかないので、かなり悲惨な状態になっている。で、一旦待ちます。一旦待って。お、いいね。かけら一かけが出てきたから、まだ正気があるよ。うわあ、毒ついてる。このブラッドハウント、えげつね。なんとかしたいけどさ、無理じゃない？これ、ぐるって回しても金塊が邪魔でね。どうしよっかな。一応、これで人影を出したら攻撃力さんの働きができるから、ブラッドハウント一発で倒せるんだね。それ使うしかないか、今んとこ。ぐるって回しても意味ないしね。かっけら人影を出して、で、それを生きに働きありを出すと攻撃力が3になるから、ワンコ一発で倒せます。で、狼の攻撃で3ポイントダメージ食らって虫の息豚は。で、次のターンの働きありの攻撃でもう1匹狼も倒せると。で、あとはもう、アナホリの印を持っているから、順番に狼を倒していくだけだね。これは、左端に人影を置いたら、狼は、おい、ちょっと待って、今挙動がおかしくなかった。挙動おかしかったよね。まあ、今さら挙動の一つや二つおかしくなって、いちいち騒ぐほどのものじゃないのかもしれないですが、ここで、アイテムが一つ空きがあるので、カメールを出して、攻撃力4、マグニフィカスの S 分を手に入れていく。これで、あとは殴り合ってたら勝てるよね。あ、動いた、勝手に。やばいぞこれ。カメールの攻撃なかなか終わらないな。とりあえずこの左端にアリを置いたら、コヨーテは勝手に倒れてくるか、カメールの4ポイント攻撃で通って相手は倒れるね。よし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 。トゥルーパイレーツがめちゃくちゃ難しいじゃない。買ったしアイテムも保持されてるから全然問題なし。やっぱりポケモンのモッドが強いからなんとかなってる感がありますね。アリのトーテムだけじゃなんとも勝ちようがない。コストが4で、レイジ。攻撃された時、殴り返すってさ。で、あとは、コンフュージョン。こいつが殴ったカードは混乱状態になるってさ。で、まあ、そのコストが4で攻撃力ならハートが5というのがめちゃくちゃ強いんですけど、まだマップ2か。これ、ムクログイの能力とかつけてたら強いんだよな。あと、コイキングはもう戦力外通告ですね。あまりにも弱すぎる。これ、どうしましょう。どうしよっかな。全部弱いよね。ミュウツーは、能力強いのか知らんが、コストが7で、ちょっと出すに、至らないと思うんだよな。そんなうまいことムクログが出てくるはずもないだろうしさ。困ったね。どうしよう。ホタックもコストに地味に出しにくいし、かといってモールマンなんて取っても仕方がないしな。いや、モールマンか。いや、ミュウツーじゃないよな。重すぎる。今更ホダック取っても仕方がないし、モールマンで。大丈夫かこれ。勝てるか。勝てなかったら赤っ端だぞ、豚。ここまでさ、生きてチャレンジをつけまくって最終的に負けるって。ラスボスは、釣り人ですね。で、ここで運搬ネズミを押し付けられちゃうのもかなりイエスじゃない。能力。能力だったら大体通るから、1、2、そして3。OK。ぴったりです。イエスなカードが来ればと思うんだけど、クラブ。クラブがコスト1で攻撃力が0で、ウサギの穴を持ってるから攻撃力、いや、硬いウサギの砂って思ったらいいのか。しかもこれ骨発掘もついてるね。硬いウサギ、しかも骨を発掘してくれる。で、こいつはカモネギだね。あの、顔が隠れて見えないけど、セントリーの能力とやられると骨の主、さらに尻尾切りも持ってて尻尾も出るから、硬いは骨はバラバラっているわで、結構コスト1にしたら取り増しがいいんじゃないだろうか。で、コンパンは最初の攻撃力が4にいるコスト1のカード。
単純に強力だね。でもこれは単純に、いやどれかな、カモネキか、攻撃力あるしね。で尻尾も出せるし、カモネギですね。しかもこいつ伝ってるだけで HP1 のガードだったらどんどん倒してくれるからね、それは悪くないよ。セントリー好きなんですよね豚で。アイテムはもういっぱいなんで、シャーナシ運搬ネズミを受け取るしかない。ホスト2の余計なカードが入っちゃったな。左側に行ったら継承があって、右側に行ったらアイテムがある。余計な皮が手に入っちゃうけど、これ継承行った方がいいですね。継承行って運搬ネズミのアイテム運搬の能力をコクーンとか適当なカードにつけよう。よし、ダブルアタックアントスポナー付き。これコダック出した方がいいね。コダックを出してアリー、そんなのありってか。で3ポイントで殴ります。でガラガラヘビの攻撃力はちょっとでかい。うわー、むずいよー、きつ。ぐるって回すか。いやもうぐるって回しとる場合じゃないよな。なんだこいつ、攻撃力4、ハートが4、なめやがって。でたらめの能力しやがって。ちょっと待ってね。これでゼニガメってさ、多分硬いコーラ持ってるから一発でタッチオブですやられないよね。だから3ポイントダメージにゼリガメの攻撃で合計4ポイントダメージで、ウロボロスの攻撃食らって一気にチャラどころかマイナスになってしまうんですが、ゼニガメはやられない。で働き槍が2枚手に入ってる状態でゴーリリスを引いて、でぐるっと回す。ぐるっと回すか、ぐるっと回すでいいか。ぐるっと回していいよな。 F でか、ぐるっと回すとアリガニ引き出せるわけよね。ゼニガメを倒すわけにいかないから、アリを2匹出してこのヘビを一気に縦にズバーってやってしまうか。敵のデッキを全滅させて、で1ポイントダメージ食らっても死にはしないのよ。ギリギリ死にはしない。でただこのウロボロスの攻撃力がえげつねえことになるので、ちょっときついかなって。おーし、おーしじゃない、全然おーしじゃない。なんでおーしって言ったんだろう豚。アイテム運搬にかけるか、かけるしかないよなこれ。アイテム運搬に4ポイントダメージ与えても敵にを倒しきるには及ばないから、ここで、よし、砂時計来た。砂時計来たのであればまだいける。2ポイントダメージ与える。あー、そっか、ずれるんだ。ずれるのか。これちょっといいじゃないな。あと2ポイントダメージ与えれば勝てるのに。いや、ウロウロス買ったところでガラガラヘビと鎖ヘビが後ろから来てるからかなりやばいんですけど。よっ、モールマン。これやりようによって勝ってたかな。いや無理でしょ、ウロボロスとさ、成長するウロボロスとガラガラヘビと鎖ヘビ相手に。まだ死なない、まだガラガチャガタ。カメールは死なないけど豚は死ぬ。せっかく虎の子のアイテムも使ったのになんともならなかったですね。もっと使うの早かったらなんとかなってたかな。でもアイテムを1個使ったのがちょうどよくって、これによってアイテム欄に1個空きができたから、両アイテムであるこのカワハギナイフを取ることができますね。さてキノコ、そしてここで皮もらっちゃいましたが、すぐに交換できるし、その奥にキノコがあるから、すでに持ってるカードを取りゃいいわけなので結構簡単ですね。なんとかなるかも。まずは継承のマスで、取り回しの悪い運搬ネズミの能力を出しやすいコウモリにつけます。 OK、骨が4個あればアイテムを手に入るっていうイエスな状態よ。でもってここでなんか適当なすでに持ってるカードを取って、おお、なんじゃこりゃ、これは一体
Yeah, walked into スパレッツコーブ。Me crew will get rid of ya quick。 初めて見たこれ。幽霊船みたいな能力のカードが場に出てますね。こいつが潜水とスケルトンクルーの能力を持っているから、あとはオムニストライクの能力を持ってる。え、つまりどういうことだってばよ。一個進むと、あ、毎ターン一個進んでこう船はこう巡回を続けて、ハードが4だから絶妙に倒しにくくて、全体に1ポイントずつダメージ与えてくるっていうことか。こいつさえいなくなれば割と平和なのかと思ったけど、カワセミカワセミ来ようでか、まあ平和でしょう。ただどうじゃろう、これでもこれ使うしかないよな。今ちょっと見たんですけど状況どうしようもないんですよね。この状態でカード出せるのってコクーンしかいなくって、コクーンでコヨーテの攻撃を防いだとしても、スケルトンクルーとカワセミの攻撃によってもうほぼ虫の息になっちゃうんですよね。だからここでさっき手に入れた虎の子のカワハギナイフをそこ使うしかないという、マジで選択しかない状態だったんですよね。これで1ポイントダメージを与えて、で敵からは2ポイントダメージくる。うわー忘れてたー、ウロボロス忘れてたー。旅するウロボロスが強すぎるんだ。コクーン、よし、スピアだ。これで一気に4ポイントダメージ与えることができる。残り HP が7なので残り3でしょ。3じゃ足りねえわな。3じゃ足りねえから、じゃあどうしようか。どうしようもない。よーし、人影が出た。人影が出たからどうなってんだ？人影が出たからどうなってんだよ。カメールがこいつコスト2なのか、足引っ張りまくってるよな。コスト2のカードが紛れてるだけで全部うまくいかない。あとアセンダーズバーンが超邪魔。マグニフィカスの絵筆を使ってカワセミを起こしたとしてもこれどうにもならないですよね。てんてん、残り HP が3、そしてウロボロスが非常な一撃をスピアーに下し、豚の残り HP は3、結局変わらない。いや無理っしょ、無理ですね。リス取っても無理だったから、一か八か取ってみたけど、やっぱ無理でしたね。いや、無理でしたね。いや、むずいて。むずいて、旅するウロボロス。だから、ウロボロスを要するに絶対殺しちゃいけなかったんだよね。ウロボロスを一回殺すとさ、もう無限に増えていくから。いやー、これでもなー。トゥルーパイレーツもめっちゃ難しかったし、アセンダーズバーンがマジで余計だったな。むずー。いやでも面白いね、やっぱりこっちのカードも強いからさ、ある程度勝負になってるわけよ。せっかくアントスポナー取ったのに結局クリアはできなかったな。どうでしょうか皆さん、これ見て皆さんの闘争心もムクムクと湧き上がってきたんじゃないですか。ちょっとね、この画面このままちょっとこのままにしてしばらく喋るので、これをメモしていただいて、豚と同じ条件でポケスクリプションでクリアしてみてはいかがでしょうか。多分ね、モッドを使わない通常の状態ですと、これ全盛りチャレンジパリのレベルがあると思うんですけど、全盛りチャレンジより上かもしれないな。いや、全盛りチャレンジより上ってことはないか。いや、あるでしょ。ポイント的にはこっちの方がずっと高いんだからさ。アセンダーズバーがね、運を加速させてるんですよね。むずかったー。いやー、久しぶりにワクワクする体験でしたね。まあ負けた動画をこのまま上げるんですけれども、それでは豚は明日東京に行きますが、皆さんも明日も幸せに過ごしてください。次回もこの時間にお会いしましょう。紅花豚尾でした。おやすみなさい。バイバイ。